八つ当たりしてしまう、あなたに送る言葉。良くも悪くも、家庭でのいざこざは職場に持ち込まれ、職場での人間関係は家庭に持ち帰ってしまいます。だから、家に帰った時、いつもより明るかったり、暗かったりすると、直感的に何かあったのか、と聞いてみたくなります。反対に、職場での同僚の行動を見て、少しでもいつもと違う場合、何かあったのではと聞いてみたくなります。これが、本当に親しい者同士の自然な人間関係です。あなたは仕事での心の疲れを、どうせ分かってもらえない、と勝手に決めつけていませんか？あなたのことを心から慕っている家族に話さないで、八つ当たりでごまかしていませんか？だからお母さんは前から言っていたでしょう。それはお父さんとの約束違反だぞ。そんな言い方で子供に強く当たったり、冷たくしたり、時には叱ったりしていませんか？言われている子供や家族は、それがあなたの八つ当たりであることを知っています。だけど、それを知っている子供も家族も、それは八つ当たりだと指摘しません。親しい関係だと、それを受け止めることができるのです。また自分も同じことをしていると感じているからです。でも他人だと、そんな八つ当たりは決して受け入れてもらえないということを忘れないようにしましょう。できれば、家のいざこざは職場に持ち込まない。職場の心の疲れや悩みは家に持ち帰らない。というのが最高なんですけどね。でも、それでは心が折れてしまうという人は、八つ当たりしてしまう心を恥ずかしがらないで、八つ当たりは人間の愚かさだと思い、家族や親しい人同士ではお互いに八つ当たりを認め合いましょう。するとどうでしょう。不思議とあなたの周りから八つ当たりが少しずつ消えていくことを感じるはずです。一番大切なことは自分自身が、これは八つ当たり、ということに気づくことなのですよ。相手は先に気づいてますけどね。このチャンネルは毎日配信しています。チャンネル登録をしていただき、次の動画をお待ちください。また明日お会いしましょう。